ございます。私も今も技術が技術が進んでも、メッセージを伝えたいという気持ちは変わらないということでした。さて、3番目のチーム、東北大学のアップデートチームの皆さんです。どうぞ皆さん前の方にお越しください。さあ、アップデートチームの代表は、三浦栞里さんですね。Oh yeah!
ありがとうございました。大阪女子大学アップデートチームの皆さんでした。祭りで世界を日本を元気にしていきたいという意味が見られたのでした。なお、次の2人を紹介する前にちょっと、会場の方から、11号の方をご説明させていただきます。上映中はですね、中央の路上は、立ち止まらずに、左右の観覧エリアで、作品をご覧ください。会場内ですね、暗くなっておりますので、移動の時は足の運動は、十分にご注意していただければと思います。それでは4番目のチーム、京都聖華大学マグチームの皆さんをお呼びしたいと思います。聖華の口を見てください。どうぞ皆さん、マグチームをお願いします。チームの代表は川崎京都さんですね。京都さん、初出場ということで、1年生、2年生のチームということで、はい、京都